青番周回3コーナーから4コーナーです九州が前から中段には近畿そして後方に3番の友永がいますライン3分線後ろ5番手からここで友永が上昇してまいりましたまず友永が前を抑えていく 抵抗せずに2番の正田は下げましたただ、下げた位置が3番手で今度は6番の船本がどうするか船本、現在は5番手3番手、ここから2番車の昇田が縦に踏んでまいりました九州勢が主導権を握っていくそして叩かれた3番の友永が3番手代わって6番車の船本上がってまいりました。 船本がが上って番手の外を主張外から6番の船本が3番手決めにかかりますでしょうか友永が内に包まれています2番の正田が先行そして後ろには5番の服部1番の辻本と6番の船本近畿勢連係が乱れました3番手、外並走6番の船本なんですが内は3番の友永をこらえている2番の正田がかけていって2番手絶好は5番の服部です3番手は依然として並走となりましたこの後ろは4番の市野が見ていて最高峰が1番の辻本 後ろから仕掛けがないか4コーナーを回ってくる先頭が2番の正田後ろからは5番の服部ですが2番の正田先頭で五輪。